はい、WRC の魅力を映像でお伝えするコガチ。はい、今回はですね、アクロポリスラリーギリシャ編です。このアクロポリスラリーなんですけど、まあ、WRC の中でもね、最も古い歴史を持つ、ラリーですね。そしてこのアクロポリスという名前の由来なんですが、見えますでしょうか。私は今ですね、ギリシャの首都アテネにいるんですが、あちらに見えるのがですね、アクロポリスの丘ですね。神々が住むと言われているアクロポリスの丘、そして、パルテネの神殿も見えますというふうにね、神々のラリーと言われるこのラリーなんですが、まあ、今回残念ながらね、この、アテネはステージに含まれなくて、ラミアという町が中心になります。今回もね、そのラミアとを中心としたラリーを、いろんなね、景色をご紹介したり、食べ物、そしてね、ステージなんかもね、紹介していきたいと思いますので、皆さん最後まで、ご覧ください。パルテノン神殿にやってきました。まあ、やっぱりね、ギリシャといえばここですね。誰もがね、見たことがあるであろうこの写真のこの建物が実際にあります。まあ、実際見るとね、ものすごい、ね、雄大でね、あの写真で見る以上にすごくね、迫力があります。いや、やっぱりギリシャいいですね。はい、それではアテネの中心部で、ランチをいただきたいと思います。結構ね、散歩したんでお腹減りました。代表的なギリシャ料理と思われるものを頼んでみました。まずこちら、スターターですね。はい、サラダ、グリークサラダですね。このフェタチーズを乗っけたチーズ、まあ、これ定番中の定番、グリークサラダ美味しそうですね。トマトもフレッシュで、まあ、このね、チーズがすごくいい味を出すんですね。でこちら、これはもうギリシャ定番のね、ムサカですね。これムサカ何かというとですね、まあ、あの簡単に言ってしまえばラザニアのパスタをナスで置き換えたようなもんですね。ひき肉と、まあ、チーズと、そしてね、こうナスをこう重ねてね、焼いたグラタンにしたようなものですね。はい、そしてこちら、まあ、定番ですね。これもギロ、こうですね、ロースターで焼いた豚肉をこう削ぎ落として、まあ、よくね、羊で有名です。こちらはね、豚肉のギロですね。ギリシャは豚肉もよく食べます。それでは、ギリシャ料理いただきます。いや、やっぱりギリシャ料理はね、日本人口に合いますね。どれも美味しいですね。僕が今いるのはですね、土曜日に走るルートラキのステージの周辺です。ここはですね、コリントス運河というものすごい有名な場所です。まずこちらに見えますですね、エーゲ海からずわっとあちらコリントス湾までをですね、約6キロぐらい、つながるですね、運河なんですね。幅がなんと25メートル程度、高さがですね、あ、ダメだ、人見たらクラクラする、80メートルぐらいあります。あ、本当に人工でね、掘った運河なんですけど、まあ、ここね、ここからバンジージャンプも楽しめるということなんですけど、まあ、僕は今回ちょっと今回はやめとこうかなっていう感じですね。はい、こちらですね、土曜日のステージを行えるルートラキの、街ですね。ご覧の通りね、素晴らしい美しい海が、コリント湾のね、海が広がってます。なんといってもね、こう見てください、水の透明度ちょっと半端ないです。あのすごいビーチリゾートとしても、有名なルートラキの街です。アクロポリスラリーの、ステージの特徴について説明したいと思います。まあ、昔からね、アクロポリスラリーっていうとこう道が悪くて、かなりツイスティでね、こう普通に走るのもやっとこさっていう風なイメージを持つ方も多いかもしれませんが、最近のね、アクロポリスラリーは結構ね、平均速度高いんですね。このステージ、こう今金曜日の SS1 なんですけど、見てください、道幅が結構広くてですね、こうずっとアップヒルで登ってくるんですけど、まあ、かなりスピードに乗ります。とはいえやっぱりここはアクロポリスラリー、ちょっと路面よく見てください。ですね、分かりますでしょうか、この起伏、地面にですね、こう石が埋まってるんですよね、大きな岩が。でそれがまあベッドロックなんですけど、こういうところはやっぱりタイヤにものすごい、ね、攻撃性が高いんですね。そして、こう実際にこういうライン上走っていくとですね、この高速なライン上にこういうようなね、エッジが立ったね、岩とかがね、いっぱい転がってるんですよね。こういうところね、不用意にね、踏んでしまうとタイヤがパンクする危険性ありますね。しかもこのライン上とっても少しでもコントロールを、ミスしてラインが膨らんだりすると、ご覧ください、
このレコードラインの外側にはですね、まあ、このサイズの岩がもっと大きいのもねゴロゴロしてますね、まあ、こんなのね踏んじゃったらさすがの丈夫なラリータイヤでもですね結構パンクする危険性ありますね、まあ、そういうところ気をつけてほしいなどかなりね、繊細なドライビングが要求されます。はい、このアクロポリスラリーのステージ、先ほどね意外とハイスピードのコーナー多いんですよっていうふうにご紹介したんですけど、やはりこのラリーアクロと書いて悪い道、アクロポリスラリーなんてね日本で呼ばれるぐらい、やっぱ道は基本的には悪いです。まあ、ここもね、道は結構狭い感じ、森の中入ってきましたで、ね、傾斜も結構きついですね。まあ、傾斜がきついってことはみんな車が掻くわけですよね、タイヤで。そうですね、どん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 こう道が掘られててご覧ください、ザ・アクロポリスラリー、これルーズストーンパラダイスというかね、どこをこれ通ったらいいんですか、石踏まないで走ることなんて不可能ですね。まあね、もうどうしてもねやっぱり石をねこうパーンって飛ばしながら走ることになるんですけど、まあ、その中でパンクをしないように走るっていうのは、ね、非常に難しいですよね。まあね、このライドは運も必要と言われるね、そういう部分ですね。はい、ここまでアクロポリスラリーのステージを見てきました。まあね、高速コーナーあり、非常にね道が悪いね、ツイスティーなコーナーあり、まあ、いろんなコーナーがあったんですけど、まあこのねラリーのもう一つの要素、それはですね気温ですね。現在、温度計によるとね35度6度、そのとおりです。今週末ね、幸運にも天気はね恵まれそうです。ただ気温はですね37度に達するんじゃないかっていうね予報もあります。まあそうなると、車にとって厳しいですし、エンジンとかね、あとタイヤにとっても厳しい、そしてドライバーにとっても厳しいということでね、この暑さが、どのようにね勝負に影響するか、そこにも注目してもらいたいと思います。はい、ここはですね、ラリー前の最後の、走行チャンス、シェイクダウンの、スタート地点です。まあね、ラリーをスタート前にこのねコースの下見、今レッキーをみんな行ってるんですね。まあ、続々とね選手たちが集まってきます。シェイクダウンといえで、ね、ちゃんとしっかりとコースを下見して、全開で走る、まあ、それはねラリー本番に向けて非常に重要な準備になるので、みんなすごい真剣にレッキーやってます。ただあえてお客さんたちがねどんどんサインとかね写真撮影を戻すと、まあ、やっぱりね、まだレッキーなんでね、みんな気楽に結構ね応じてくれてますね。彼はダニー・ソウルド選手ですね。はい、今前にエルフィン・エヴァンスがいます。Hello, Irvin. Hi, how are you? Okay. Is this your final stage here today? Yeah, okay. So, Irvin, go stay. Make it to go. Kasuta Takamoto 選手がやってきました。あ、Kasuta 選手、どうもこんにちは、お疲れ様です。今、レッキー。はい。これ最後ですか、今日。あ、じゃあ頑張ってください。はい、どうも。サービスパークが置かれるラミアの街に来ました。僕が今いる場所はですね、こうラミアの、ちょっと小高いところにあるですねラミア城の元ですね、城壁しかちょっと今見えないんですけど、まあここからですね、下を見下ろすとラミアの街が広がってます。かなり大きい街ですね。そしてですね、ラリーのサービスパークはあちらの方に置かれます。そして、ラリーは金曜日からあのサービスパークを起点にスタートします。金曜日のステージなんですけど、見えますでしょうか、あちらに広がっているこう山、あのですね山がですね金曜日のラリーの舞台になりますということで、どのようなラリーになるでしょうか。はい、ラミアの町の中心部です。ご覧のようにねこのラリーのねバナーなんかもあります。そしてあちら側にこれギリシャ正教会でしょうかね、クリームホワイトの綺麗な教会ですね。でこの辺りですねちょうど中心部なんですけど、多くのねカフェ、ガーデンカフェみたいなものがねあって、とてもいい雰囲気ですね。まだね夕食の時間にはちょっと早いんですけど、人がねいっぱいいてなんか楽しそうに、夕方のね時間を楽しんでますね。綺麗なカフェですねとてもね。まあ、このライミアという町ね、なんか素朴でねとてもね、下町っぽい雰囲気があるね、感じですね。
アクロポリスラリーギリシャ、ここまでですね、ラリーのステージ、風景、街の雰囲気、そして、ね、食べ物などを、ね、ご紹介してきましたが、皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、今回ね、金曜日からいよいよラリーが始まります。僕がね、このステージを今回走ってきて思ったのは、道がですね、非常に荒れている。なんか例年以上に、ね、荒れている感じがしました。ということでね、車パンクしたり車が壊れたりとかですね、あとこの気温も高めで熱でね、どのような影響が出るか、非常にね、大変なラリーになるような予感がします。ということでですね、いよいよラリー始まります。皆さんもね、日曜日までこのラリー、ぜひともね、楽しんでください。